ま、あと、ゴーは準備しといてくださいね。もう中級に入ったからね。なぜかだって来月は北西海道だよ。はい。北西海道だから、まあ、成果を受け取るよ。年番ほど、去年ほどの大きな成果じゃなくても、まあ成果が出るんだから、中級次第でしょ。中級次第でしょって感じ。まあ、その、その準備はしとかなあかんし、あかんし、ゴーに関しては、運勢の立ち上がりが早いから、言ってるか、あの、うん あの、ここぞの一発っていう勝負、ここぞっていう勝負のが来るのが早いので、ゴードは。ハロー、サオリーです。イェイ、イェイ、イェイ。新しくなったよー。ということで、旧星の運勢に行きますが、だいぶお待たせしました。 2月も1月同様、1月の運勢の再生回数とノートの記事の購入記事が多い順番でいきます。なので、あの、もちろん休止一過性からいきます。2位が六白金星、3位が合度星。で、この3つはテイク2。取り直しです。これから。ということで、楽しんでね。そしてあの、有料部分、ノートの有料、有料記事、運勢の2は、2024年の 旧世それぞれの運勢の触りを話します。なので、あの、アーカイブ、きらびやかに美しく生きるセミナー、この辺出るかなを取りこぼした人は、まあ、チャンスだね。っていう感じ。では、楽しんでねいってらっしゃい。1月再生ランキング第3位。5を土星行きましょう。これさ、6泊のとこで言い忘れたわ。さらに、六泊金星。 えっと、九死化星を見てくれてる皆さんお気づきでしょうか何か違いに。頭。ヘッドアクセを変えてます。だから自分の運勢ばっかり見て自分の運勢だけ知りたいねみたいな人は、このおしゃれに気づかない。さあ、ゴー様。ゴー様行きましょう。中級です。中級です。以上。以上。<laughs> いや、ゴーのせの今年の運勢って、だって、あの、大事さす見てください。昨日に先立つこと3日を、 南東中級北西で大通りを走ってきて、去年3号を背負ってたからね。だから何遍も言ってる私は、あの、去年特に何もなかった5号って運勢乗ってないよ、普通に。というか、号土性やってないよ。つまり使命を生かしてないよってこと。で、号土性が使命を生かさないっていことはどういうことかというともうそういうことですよ。愛だからね、号土性って。愛であり、生と死であり、陰も陽も持っているから全てを持っているのよ。 だからやっぱりゴード星に今年求今,今月求められるっていうことは愛よ。愛です。そして300で上乗ってるから明るさです。愛と明るさ、暗いゴーっておるからな、なかなか。暗いって、うん、暗いゴーっておるからな、なかなかで、ね。だから愛。で、もって、中級してるんだから、あの、まあ、中級一番得意のゴー、ド星だからね。全部、全部と繋がってるんだから、あの、周りの人の幸せとか豊かさとか、そういうことを考える1ヶ月ですね、今年は。 自分の運勢、自分のすることはどうでもいいよ。これが運勢だから。で、もって今年、あの、西に帰座してるからね。西帰座だ,だからね。まあ、まあ、楽しいことはたくさんあるんだから、西でも運勢がいい、ごうごとせいなんだから。この1ヶ月ぐらいみんなのためにしてもよくねっていう。まあ、いつもいつも会いに来てる人はいますよ。私はいつもごうご様にね、お世話になっていてね、本当に冴えてるごうに。っていうか、冴えてるごうしか知らんから、私は。 さえない号はちょっとよくわからないけども、そうね。で、もって、あの、ネンバー3匹です。3匹の上に乗ってるってことはどういうことかっていうと、いつもの号みたいに、あ、ちょっとぼーっとしてから動こう。あ、ちょっと一旦寝転んでからっていうのはいらん。順便に動いてください。動きが早い。3匹は、あって言った瞬間にマジでおらんもん。あのさ、 逃走中っていうやつあるやん。絶対三匹見つけられて、見つけられへんと思うよ、ご応は。俺らおらんようになるから、まあそれを見習ってくださいね。で、えっ、ー、と、三匹木星の特分基地を大切に生きてください。つまり三匹木星の基地って、あ、っていうアイデア力はまああれはもう神よね。神。形のないものを見る。 見るっていうのは、まあ、もう、三匹木星得意だから、まあ、九死火星もそうなんだけど、まあ、こうやって形なしが三匹木星だから、これを大事にしてください。五は物質を見ようとする。いつも物質。いつも物質で判断する。五と感覚で見えないものを、ぐーっと感じる五に分かれんねんな、五って面白いよね。本当に面白い。で、えっ、ー、と、同会が必適か。 一席が同会してくるよね。ということは、えっ、ー、と、ご飯食べに行こうとか、楽しいことには誘われることが多いと思うから、行ってくださいね。行ってね。特に別にいいわとかないから、だって西海座だから、年番が。西海座そういうのば、そういうの多いねんから。んまあでも、なんつうかな、そんな軽々しい運勢ではないから、まあ、ここで喋ったけどね、これあと、まあ、恋愛 のチャンスも来るんじゃないですかね。まあ年間通して来るんだけども。でもまあその恋愛には、うん、乗っちゃダメでしょ。乗っちゃダメ。ただ、ただ、冴えた生き様をしてる人には冴えた男が来る。で、冴えない、女性性が冴えない人にはクズが来るっていう、もうそれは豪の運勢よ。そしてもって、あの、西海座なんだから年番ね。これ年番、西海座、西海座。西海座なんだから、あの、 恋愛失敗をしてきた人生の人、パートナーシップがうまくいかない、恋愛がうまくいかない人っていうのは同じことを繰り返すよね。どこかで気づかないと。なので今年ね、恋愛失敗するといいと思います。そこで気づくんじゃないなんか恋愛失敗をするから変わろうって思える人が多いのに、恋愛失敗をしても変わらない人っていうのは、今の自分のままで恋愛がうまくいくと思ってんねん。ということは今の自分のままでうまくいくような、 相手を選ぶからクズなんだからうまくいかないのよ。要は何が言いたいかっていうと、ゴーは人を変えようとする。自分は変わらないで人を変えようとするのがゴーの性。だからゴーの性が変わるって言ったらすごいことなの。なかなかゴーは変わらないから。ということ。だから相手が変われば恋愛がうまくいくかと思っているゴーの性はそうはいかないですよ。 そうはいかないです。そう、行くわけないじゃん。もう分かってるでしょ、だって。自分が変われば、こんなに世界は違うんだっていうのを経験してる豪土星もいるんだから。まあ、豪王っていう星はね、そんなに、ね、軽々語れるもんじゃないから、豪王のトライはなしかも。運勢いいね。あのー、まあ、一番豪土星が知らなあかんかってんけどな、今年の運勢って。だって西だよ。実りを受け取るんだよね。ね受け取れない豪王もたくさんいるから、 当然、去年の北西海ー三号を背負って、そこで大きな実りを受け取ってるから、ゴード星は、私の周りのゴード星は、みんな受け取ってる。すごい。しかもうそーみたいな、びっくりするわーみたいなの本人が言うぐらいの大きな、あじゃに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 ゃ大きな変化ですよ。大きな変化じゃん、大きな実り、実り、成果で、その実りを存分に味わう西海座なんだから、別に受け取るものがない人っていうのは、自分を変えていくことを。 昨日やったと三匹木星に乗せていく。つまりもう自分自分はいらないっていことをやるのが一番ね。あと、あの、どっちにしろ、三匹の上に乗って筆跡が動揺してくんねんから、どっちにしろ明るさです。しつこいね私は。でも、暗いと運勢落とすっつって,っても暗い人もおんねんもんおんのよ。別に3匹のところでも言うかな。言うね、どこでも言うわ。あの、今年暗いって、とんでもないからね。 っていうのを詳しく聞きたい人はメンバーシップで見てください。いや、本当にとんでもないんよ。まあ、そういうなんかあの暗い人もあの大きく、大きな愛で包み込めるのがまあ合度性なんだけど、多分これカットしてるけど、めっちゃくしゃみが出る。とにかくあの今年、今月の合度性に求められることは愛ですよね。であと、日のト虎。もう、これは全員そうだけども、あの、 明らかににするっってていいううのののと最高に輝くっていうのは大事だよねあの天堂一番受けてるからね。天堂一番近くに、九州の次に近いんだから。まあ、そろそろ変わらなきゃだよ。じゃないと、もう今年はやる気がなくなってくる。もう全てにおいて人生のやる気っていうのが、なんか、まあ、損なわれるのがゴードスやから。 まあ、あと、五は準備しといてくださいね。もう中級に入ったからね。なぜかだって来月は北西海道だよ。はい。北西海道だから、まあ、成果を受け取るよ。年番ほど、去年ほどの大きな成果じゃなくても、まあ、成果が出るんだから中、中級次第でしょ。中級次第でしょって感じ。まあその、その準備はしとかなあかんし、あかんし、五に関しては、運勢の立ち上がりが早いから、っていうか、あの、うん。 あのここぞの一発っていう勝負ここぞっていう勝負のが来るのが早いので合同性はだからそこに乗るためにもこの中級が大事だよね大事だよねだから生と死を担当してるってことは生と死が一番よく分かってる星だよ女性性の需要全体運で話したけど 女に生まれた自分を重要するってことは最も分かってる星だと思うけどね、合同性っていうのは。無条件の愛とかそういうことを。まあ、合は明るく楽しんでっていうことがすごく大事。美味しいものを食べること。ただし一人で食べる美味しいものよりもみんなで食べる美味しいものの方が美味しいよ。無言で食べるご飯美味しくないわ、そんなみんながおっても。 だから暗い家族って無言なんかなご飯。ご飯中に無言ってよく分かるような。まあそんな感じ。まあそんな感じでそんな感じって運勢強いし、特に言うことはないのでゴード性は。<laughs> あ、一つある。一つある。あのー、今月急に再生回数、1月運勢か、3位にパーンと踊り出た。 ゴード星まあ、来月もたくさん見てください。なんでゴーが3位にまで踊り出てきたのかなと思ってんけど、なんか違うって思ってるからでしょ。あれなんか違うみたいな。なんか違うで正解です。そしてそのなんか違うは、おっきな成果を北西海座で去年の年版のね、受け取ったなんか違うのと、全然、なん全然いいことないわ。運勢いいって聞いてたのにのなんか違うの両方だと思うけど、どっちも当たりです。どっちも当たり。 どっちもそうですすなんか違いますゴーはうちの次女、ゴード性だけど、まあ、方面の立ち上がりがあの子たちは早いからあの、なんか違います。私が見ててもなんか違うもん。いつもの、いつもの次女じゃない感じやから、ああ、もうこの子、お店になってんねんなと思って、かわいい。まあ、そんな感じです。ゴード性別に特に言うことはないけど、ここ、舐めたらあかんよね、この中級は。絶対に舐めたらあかん、中級ですよ。 わあこの運勢の強さを、この3年4年の運勢の強さを活かしてないゴード星は一旦絶望したらいいと思うね、私は。何をやってきたんか、自分はと。どういう生き方をしてきたのか、ゴード星に生まれたのに。ということは考えた方がいいと思いますよ。普通に。もうなんか人生、命そのもの、自分の人生というもの、自分というもの、魂レベルで考えていただきたいね、本当に。そんな感じです。あと、普天でね。 ふてるとかマジでないから。あのね、ほんと幸せに生きていきたいんだったら、ふてるのやめて。やめてごーは。最もっとも。愛だから、腐敗か愛か、それが合度性。どっちがいいですかどっちの料理師匠みたいな感じよ。ということで、合度性中級、よろしくお願いします。じゃあねーバイバーイまたねー